ドラフト・オブ・シー・エヌ・サブジェクト・ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムの文章ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムとは、文芸評論家の江藤敦氏が、その存在を主張した太平洋戦争終結後、連合国軍最高司令官総司令部による日本占領政策の一環として行われた、戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画である、ウォー・ギルトと略されることもある。 江藤は、ウォーギルトインフォーメーションプログラムという名称は、GHQ の内部文書に基づくものであると、論じている。この名称は、高橋史郎、藤岡信勝、小林義則、桜井義子、保坂正康、西岡漢治、勝岡博史寺、ケントギルバートのほか、産経新聞も使用している。ウォーギルトは、一般的には、戦争責任を指す用語である。ベルサイユ条約、 第231条は、通称、オーギルトクローズ、戦争責任条項と呼ばれている。1979年により、ウィルソンセンターで、米軍占領下の検閲事情を調査していた江藤は、アマースト大学の私学教授レイムーアより、ドラフト・オブ・シー・エヌ・サブジェクト、オーギルト・インフォメーション・プログラム、フロム・ CIE-2-2 デート、 6フェブラリー1948と表題された文書のコピーを提供されたという。江藤はこの文書について、1948年2月6日付で CI&E から G に当てに発せられた GHQ の内部文書であるとしており、コピーには特段のスタンプはないが推測するところザ・ナショナルレコードセンターストランド・メリーランドでムーア教授が GHQ 文書を閲覧中に発見したものと思われる。と述べている。しかし、主張の根拠となった、ドラフト・オブ・ c N ・サブジェクト・ボーギルト・インフォメーション・プログラム・フロム・ CIE-2 ・ G-2 デート6フェブラリー1948と表題された GHQ の内部文書そのものは、エトーラによって公開されていなかった。また、この表題には、 ドラフトとの記載があったことから、審議を疑う主張もあった。2015年、関野道夫が、ウォーギルトインフォーメーションプログラムの名称を使用している GHQ の指令文書が、国立国会図書館所蔵の GHQ スキャップ文書の中に存在していると、辞書や、正論に写真を掲げて主張し、普段の文書を明星大学戦後教育し、研究センターで発見したと述べている。 ウォーギルトインフォーメーションプログラムの冒頭には CIS 局長と CI&E 局長及びその代理者間の最近の会談に基づき民間情報教育局はここに同局が日本人の心に国家の罪とその演言に関する自覚を植え付ける目的で開始しかつこれまでに影響を及ぼしてきた民間情報活動の概要を提出するものであるとある ウォーギルトインフォーメーションプログラムについて、江藤は、その講師である太平洋戦争史という宣伝文書を、日本の軍国主義者と国民とを対立させようという意図が潜められ、この対立を加工することによって、実際には日本と連合国、特に日本と米国との間の戦いであった対戦を、現実には存在しなかった軍国主義者と、 国民との間の戦いにすり替えようとする底意が秘められていると分析。また、もしこの架空の対立の図式を現実と錯覚し、あるいは何らかの理由で錯覚したふりをする。日本人が出現すれば、CI&E のウォーギルトインフォーメーションプログラムは一応初期の目的を達成したと言ってよい。つまり、その時、日本における伝統的秩序破壊のための 永久革命の図式が成立する。以後日本人が対戦のために傾注したおびただしいエネルギーは二度と再び米国に向けられることなく、もっぱら軍国主義者と旧秩序の破壊に向けられるに違いないとも指摘している。また、軍国主義者と国民の対立という架空の図式を導入することによって国民に対する罪を犯したのも、 現在及び将来の日本の苦難と急防も、すべて、軍国主義者の責任であって、米国には何らの責任もないという論理が成立、可能になる。大都市の無差別爆撃も、広島、長崎への原爆投下も、軍国主義者が悪かったからたった最悪であって、実際に爆弾を落とした、米国人には少しも悪いところはない、ということになるのであるとしている。ワジップを、主に担当したのは、 GHQ の民間情報教育局で、WAZIP の内容はすべて CIE の機能に含まれている。当初は CIE に、ウォーギルトアンチ・ミラタースと、あるいは、ウォーギルトクリミナルという名称の下部組織が置かれていた。WAZIP は、何を伝えさせるかという積極的な政策であり、検閲などのような、何を伝えさせないかという消極的な政策と、表裏一体の関係であり、 後者の例として、プレスコードが代表的である。1946年11月末に、すでに削除、または掲載発行禁止の対象となるものとして、スキャプ、連合国最高司令官に対する批判など30項目に及ぶ検閲指針がまとめられていたことが、米国立公文書館文室所在の資料によって明らかである。プランゲ文庫保存のタイプコピーには、 多少の違いがあるが、同様の検閲指針として、具体的内容が挙げられている。プレスコードも、参照2014年7月、イギリス国立公文書館が所蔵する、英国内のスパイ摘発や国家機密漏洩阻止などの防、防具用になるミーゴなどの秘密文書のうち、共産主義者と、その共感者と名付けられたカテゴリーに、ノーマンファイルがあることが公表され、 戦後に日本で GHQ の通訳をして日本共産党を支援していたエドガートン、ハーバート・ノーマンについてガイリッテルミゴ副長官からカナダ連邦基場警察、ニコルソン長官に宛てた1951年10月9日付の書簡内でイギリス共産党に深く関係していたことは疑いようがないと共産主義者のスパイだと記されていたことが判明した。同ファイルには GHQ でマッカーサーの政治顧問付補佐官だった米国外交官ジョン・エマーソンがノーマンの共産主義者疑惑に関連して米上院国内治安小委員会で証言した記録が含まれていたノーマンファイルによるとエマーソンは九百四十四年十一月にアメリカ軍受診察団の戦時情報局の一員として中国のベアスを訪れ同地で中国共産党が 野坂33と日本人民解放連盟を通じて日本軍捕虜に心理戦を行い成功していることを知った。軍国主義者と人民を区別するに文法を用いて、軍国主義者への批判と人民への同情を繰り返し、呼びかけ、捕虜に反戦、食材意識を植え付けていく内容だった。スタンフォード大学フーバー研究所の客員研究員である高橋志郎は、 占領軍は日本人に戦争犯罪の意識をすり込ませるために共産主義者や社会主義者を利用し精神的武装解除を実現させるために左翼やリベラル派を利用して内部からの自己崩壊を教育の民主化の美名のもとに支援することが占領軍の根本的な政策だったと述べている。エマーソンは 延安における洗脳工作の成果がアメリカの対日政策にも役立つと考えた。後に大森実に対し日本に幸福を勧告する宣伝と戦後に対する心理作戦を考えたと語っている。産経新聞は GHQ が占領下の日本で軍国主義者と国民の分断を意図した政策を実施したとし、 これらはエマーソンがに文法を用いた中国共産党の洗脳手法から学んだものであるとしている。1945年7月26日に発せられたポツダム宣言の第六項には、我らハム責任なる軍国主義が世界より駆逐せられるに至りるまで、派兵は安全及び正義の新秩序が政治得ざることを主張するものなるをもって、 日本国国民を欺瞞しこれをして世界征服の巨に出ずるのか後を反差しめたル者の権力及び勢力派永久に除去せられざるべからずと記されており8月14日に日本政府はこの宣言を受諾した9月22日の降伏後における米国の初期の対日方針で米国はマッカーサーに対し日本国国民に対してはそれの現在及び将来の苦境 将来にぜき飼育海軍指導者及び、それの協力者が試したる役割を徹底的に散らしむるため一切の努力が試さるべしと指令した GHQ は1945年10月2日、一般命令第4号において、各層の日本人に彼らの敗北と戦争に関する罪、現在及び将来の日本の苦難と急乏に対する軍国主義者の責任、 連合国の軍事占領の理由と目的を周知徹底せしめることと勧告した。米国政府は連合国軍最高司令官に対し11月3日、日本占領及び管理のための降伏後における初期の基本的指令を発し、機関は適当な方法をもって日本人民の全階層に対しその敗北の事実を明瞭にしなければならない。彼らの苦痛と敗北は、 日本の不法にして無責任な侵略行為によってもたらされたものであるということ。また、日本人の生活と諸制度から軍国主義が除去された時初めて日本は国際社会へ参加することが許されるものであるということを彼らに対して認識させなければならない。彼らが他国民の権利と日本の国際義務を尊重する非軍国主義的で民主主義的な日本を発展させるものと、 期待されているということを彼らに知らせなければならない。期間は、日本の軍事占領は、連合国の利益のため行われるものであり、日本の侵略能力と戦力を破壊するため、また、日本に顔をもたらした、軍国主義と、軍国主義的諸制度を除去するために必要なもので、あるということを明瞭にしてやらなければならない。と命令した。同12月8日、GHQ は、 新聞社に大使用紙を特配し、日本軍の残虐行為を強調した太平洋戦争史を連載させた。その前書は次の文言で始まる。日本の軍国主義者が国民に対して犯した罪は埋挙に糸まがないほどであるが、そのうち幾分化はすでに公表されているものの、その多くは未だ白日の下にさらされておらず、時の経つ二次打つて次々に動かすことのできぬ明瞭な、 資料によって発表されていくことに倣う。それと、並行し、GHQ は、翌9日から NHK のラジオを利用して、真相はコーだの放送を開始した。番組は、その後、真相箱こへ、名称や体裁を変えつつ続行された。1948年以降番組は、民間情報教育局の指示により、キャンペーンを行うインフォメーションアワーへと変わった。 1945年12月15日、GHQ は浸透指令を発するとともに、以後検閲によって、応答は戦争という文言を強制的にすべて太平洋戦争へと書き換えさせ、言論を統制した。当時、米軍検閲官が開封した指針は次のような文言で埋め尽くされていた。突然のことなので驚いております。政府がいくら最悪の事態になったと言っても、 生戦冠水を誓った以上は犬地にはしたくありません。敵は人道主義、国際主義などと唱えていますが、日本人に対してしたあの諸行はどうでしょうか。数知れぬ戦争犠牲者のことを思ってほしいと思います。憎しみを感じないわけにはいきません。応答は戦争が惨めな結末を迎えたのはご承知の通りです。通学の途中にも他の場所でも、 あの憎い米兵の姿を見かけなければならなくなりました。今日の午後には、米兵が何人か学校の近くの床屋に入っていました。米兵は学校にもやってきて、教室を見回っていきました。なんて嫌な奴どうでしょう。僕たち子供ですら、怒りを感じます。戦死した兵隊さんがこの光景を見たら、どんな気持ちがするでしょうか。えとは、ここで注目すべきは、 当時の日本人は戦争と敗戦の悲惨さをもたらしたのが自らの邪悪さとは考えていなかったという事実である。数知れぬ戦争犠牲者は日本の邪悪さのゆえに生まれたのではなく敵、つまり米軍の殺戮と破壊の結果生まれたのである。憎しみを感ずべき相手は日本政府や日本軍であるよりはまずもって党の殺戮者、破壊者でなくてはならない。 当時の日本人はごく順当にこう考えていた。と主張した GHQ 文書には敗戦直後の様子が記されていた。占領軍が東京入りした時、日本人の間に戦争食材意識は全くと言っていいほど存在しなかった。日本の敗北は単に産業と科学の劣勢と原爆のゆえであるという信念が行き渡っていた。こうした日本人の国民感情はその後もしばらく続き、 CIE の文書は G-2 零下の民間検閲主体の情報によれば昭和23年になっても依然として日本人の心に占領者の望むような形でウオーギルトが定着してなかった有力な証拠である。またこのプログラムが以後正確に東京裁判などの節目の時期に合わせて展開していった事実は眼下できないとも江藤は主張した。東京裁判で 東条秀樹による陳述があった。その2ヶ月後、民間情報教育局は世論の動向に関して次のような分析を行っている。一部日本人の中には、東条は確信を持つで主張した彼の勇気を日本国民は称賛すべきだとする感情が高、待っている。これは東条を処刑する段になると、東条の殉教というところまで拡大する恐れがある。広島における 原子爆弾の使用を残虐行為とみなす最近の傾向をこうした国民の機運の情勢に対し CIE 局長は6月19日民間情報局の同意を得た上でプログラムに第三段階を加える手はずを整え情報宣伝における対抗処置を取った占領期に連合国軍総司令部が実施した戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画は 今も型を変えて教育現場に行き続けている。文芸評論家の江藤氏は著書、閉ざされた言語空間の中で次のように書いている。一旦この検閲と宣伝計画の構造が日本の言論機関と教育体制に定着され、維持されるようになれば、日本人のアイデンティティと歴史への信頼はいつまでも内部崩壊を続け、また同時にいつ、いつでも、 国際的検閲の脅威にさらされうる1999年7月21日に実施した江藤の予言は不幸にも現実のものとなろうとしている。高橋史郎明状大教授は東京裁判が倫理的に正当であることを示すとともに侵略戦争を行った日本国民の責任を明確にし戦争食材意識を植え付けることであり、いわば日本人への マインドコントロール計画だったと論じている。ありがとうございます。